当チャンネルでは不思議なお話やびっくりするようなお話などをご紹介していますが、内容に関しましてはあくまでも都市伝説やフィクションとしてお楽しみいただければ幸いです。衝撃、天使からのメッセージがヤバすぎる。人類はずっと前に愛とつながることの経験を失っていた。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は天使からの年末のメッセージをご紹介します。来年に向けてとても前向きなメッセージになっています。天使からのメッセージ。皆さんへ。私たちは皆さんをとても愛しています。一年の終わりが近づくにつれ、新しい年に向けて何を持っていきたいか、と自分に問いかけてみてください。今年も大変な年でしたが、贈り物はたくさんありました。皆さんそれぞれが残していきたいことに集中すれば、生き生きと新しい年に持っていくことができますが、その代わりに、皆さんが学んできたことや成長の過程、表面だけの混乱から生まれたすべての贈り物に感謝の気持ちを込めて集中することで、その贈り物を持っていくことができます。2020年にもらった贈り物を2021年に持ってきても良いですし、今持っているものをそのまま持ち込んでも良いのです。今年はすべての課題に対して、今まで見たことも想像したこともないような方法で、人類の未来を好転させることができました。今年の初めには、リラックスしよく考え、外交的に過ごす時間の代わりに、直接会話をするよりもメールを送ることが増えたことで、人と人とのつながりがますます減った惑星に皆さんは住んでいました。皆さんが住んでいる惑星では、多くの人々が大自然を当然のものだと捉えていましたし、人生の中で起こる多くの楽しみも当然だと考えていました。また、それぞれの社会を支える多くの人々は、富と名声を蓄えた人々を祝福する一方で、静かで目立たない英雄のまま、人種差別にも無関心になり、隣人の大切さにも気づいていませんでした。そして、人類が自らを維持するために十分なエネルギーを引き立てることを期待して、別の次元からの科学者グループによって導入された思考形態であるウイルスが現れました。人類はずっと前に愛とつながることの経験を失っていました。もちろん切り離すことはできませんが、個々が感情を認識することや愛することをやめてしまうと、つながりを感じることはできません。人類は寄生者となり、いわばウイルスのように他人のエネルギーでしか生きられなくなってしまいました。このようにして状況を理解しようとしていても、何を考えているのか全くわからない地球上の科学者グループに心を奪われてしまったのです。恐怖のウイルスが蔓延するにつれ、思考形態は物になり、心と体の両方を蝕んでいきました。皆さんの惑星は死の虜になってしまいましたが、その反動として皆さんもまた生き返ることに執着するようになり、光が明るく輝き始めました。また、離れたことで皆さんは人とつながることを切望するようになりました。もはや人間関係も、トイレットペーパーも食料品も配達人も事務員も自分の呼吸さえも当然と思わなくなっていましたが、皆さんが天に向けて人とつながっていたいと心から願い合図を送ったことで、隔てていたすべてのものが現れ始めました。皆さんが光を求めて天に叫び出すとき、闇の上で光を輝かせずにはいられないからです。世界の人種差別は明らかに覆い隠されることはなくなり、さらに何百万もの人々が多様性の認識を求めました。この叫びは、今後数十年にわたって変化をもたらす人間の心に動きを引き起こしてくれました。ほとんどの人々は、個々の違いが受け入れられ、
祝福される世界を見るために生きていくことになるでしょう。皆さんは今後数十年のうちに、綺麗なエネルギーを生み出すために自然の力を利用して以前の混乱を一掃し、皆さんの住んでいる惑星を評価するために、一体となる世界を見ることになります。都市のビルの中やその間には緑が溢れる光景を見ることになるでしょう。また、皆さんはより昔ながらのコミュニティ、公園、庭園、隣人が隣人を助け、一体となっていくのを見ることになるでしょう。こうして世界は皆さんともっと近い存在になっていくのです。種しか見えないとはいえ、世界はより良い方向に向かって変化しています。これらの種が成長していくと信じてください。そして、より良い世界の到来を信じてください。私たちは、あなたの未来を見ています。したがって2021年に移行するとき、種子はまた地球上の細胞や魂の土壌の下で芽生えている段階だということを理解してください。土壌の耕しはまだ進行中であり、世界の誕生まではまだ陣痛の段階にあります。何が自由を構成するのかについて、大きく時に激しい意見の不一致があるでしょう。また、世界の問題に対する自分たちの解決策が、他の人たちよりも優れていると信じている人々との間で、衝突が起こることもあるでしょう。これらすべてのことを通して、皆さんは人類として、一人一人がクリスマス星のようにキリストへ誘導するコンパスを持っていることに気づき始めます。どんな問題にも正しい解決策はありません。皆さんにぴったりのものだけがあります。ですから、新年に向けて前進するときには、2020年で自分が成長し、変化し、学び、鼓動を感じてきたすべての過程をじっくりと振り返ってみてください。寄生虫が生きて繁栄するためには、低周波を必要とするので、寄生エネルギーが人類を支配するということは決してありません。皆さんは絶え間なく鼓動する心を持ち、今もなおすべての愛、すべての創造物、すべての善と恵みの中で成長している源と強く心からつながっています。信頼なる皆さん、良いお年を、皆さんの想像を絶するような素晴らしい未来のために、私たちも皆さんと共に未来を楽しみにしています。神のご加護がありますように、私たちは皆さんをとても愛しています。いかがでしょうか？今年を締めくくるのにふさわしいメッセージになっていたと思います。皆様におかれましても、ポジティブな気持ちで年末年始をお過ごしいただければ幸いです。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。